ハイウォーター計画第1回目の発射ハイウォーター計画はアメリカ合衆国のアポロ計画の一環として行われた実験である。1962年4月25日と11月16日の2回の実験が行われ、いずれも成功した。アメリカが新規に開発した大型ロケット、サターン I の発射実験に付属したもので、ロケットの上段に大量の水を搭載して、 宇宙空間に散布し、通信や気象への影響を調べるというものであった。フロリダ州ケープカナベラルの発射台から打ち上げられたロケットは、上空で1段目のロケットが燃焼を停止した時点で火薬で爆破される。これにより、2段目に搭載された100トンもの水が大気圏上層部に散布され、直径数キロメートルに及ぶ雲を発生させる。ハイウォーター計画の目的は、 航空に突然大量の水が散布された時に周囲に発生する現象を調べるものであったが、大した影響は観測されなかった。しかしながら、ロケットが上空で爆発した際、飛び散った燃料がどのような振る舞いをするのかということを知るためには、若干の参考になったのではないかという意見もある。ありがとうございます。